グアダルーペ山脈国立公園の位置グアダルーペ山脈国立公園はテキサス州西部のグアダルーペ山脈に位置する米国の国立公園でテキサス州の最高地点標高2667メートルのグアダルーペ山がある。またここにはエルキャピタンもある。この山は後にバターフィールド・オーバーランドメール駅馬車道が通る。 こととなった古い道路沿いに旅する人々にとって長い間目印として利用された。観光客はパインスプリングズビジターセンターの近くの古い駅馬車の駅の廃墟を見ることができる。パインスプリングズキャンプ場ではキャンプすることができる。修復されたフリーホールランチハウスは現在地方の牧場経営の歴史を展示する小さな博物館となっており、 スミススプリングズへの道の起点となっている。公園の面積は350キロ平方メートルで、およそ68キロメートル北東に位置するニューメキシコ州のカールズバット洞窟群国立公園と同じ山脈にある。年間訪問者数は17万4157名。グアダルーペ山から見たエルキャピタン公園にはマッキトリック峡谷もある。秋には、 マッキトリックは周囲のチワワ砂漠と際立った対象をなす高揚する大切れ破壊での炎色で活気づく。峡谷の歩道はウォレスプラットの小屋に続いている。彼は公園を設立するために土地を寄付した石油地質学者である。地域の地質についての詳細はデラウェアボンチを参照。ありがとうございます。